ははい、えー、どうもこんにちは今日はですね、まあ、今の自分に、まあ、足りないものあるなと思ったのでね、まあ、ちょっとこう動画に残しておくことで、まあ、自分のなんだろうこうやる気を高めるみたいなね、まあ、こういう方法をとりたいのでね、まあ、ちょっとカメラ回してみましたでなんかやっぱいいらしいですね公の場で発表するみたいなことあの読書猿るさんの、えっと「読学大善」っていう本でもやっぱ書いて 書いてたんですけどなんかまあ公の場で表明することがまあ一つ、えー、勉強の、えー、活力ややる気っていうものを上げてくれるんですよみたいな,なんかそういう項目がねあったんですよねでまあやっぱりね言うとそれにめがけて行動をねするので、まあ、やっていこうという気持ちもねやっぱり高まるなと思うんですよねでまあ思ったことが何かというとえっとまあ想像力が足りないと それは一体どういう想像力が足りないのかというと事業に関する想像力が圧倒的に乏しいなとやっと思ったみたいでね、うん、あのまあ会社辞めてね、まあ、授業を始めて本当はねやっぱりやる前からね、えー、もっとストイックにねいろんな事業の本を読むべきだと思うんですけどあの、まあ、もうやりながら読んでいくのもまあ一つ点なのかなと。 でどうやらねやっぱり事業を始めてからの方がなんかね事業を始めた人のね言ってることの中身の染み方がちょっと違う感じがして、まあ、それが一つ面白いところでもあるんですよね、まあ、例えばなんですけどあのこの前ね書店で並んでたあの業務スーパーはなぜ牛乳パックで洋館を売るのかっていう、まあ、そういうタイトル、まあ、あの沼田昌司さん創業者の、ねえー、方が。 えーまあ、インタビューを受けて書いてた本が、ね、あったんですけどと、まあ、これも授業を始めてから読むとなるほどなとなんかこう自分のこう頑張る意欲につながるとかね えまあなったんですよね、まあ、もしこれ授業始める前とかに読むとなんか刺さらなかったところとかもあったのかなと思うんですよねあの人ねやっぱすごいんですよねで何が僕の個人的にはね一番どこが刺さったのかっていうといやもちろんねすごいんですよでそれは何がすごいかっていうとそのウォールマートのね経営の 視察みたいな行ったことあってそこでねウォルマーとかでいろいろこう学んでそこは自分の会社や自分の工場にも当てはめていかにこう生産的に効率できるかっていうのを現場の人よりも勉強して仕事終わって深夜から本バリ読むみたいなね専門書をバリ読んでで技術に関する知識とかも現場の人よりも詳しく聞いてその中で 生産のコストパフォーマンスを2倍に改善するとかね、まあ、そんなことを言ったりとかするんですよね。で、それ実際にするんですよね。今日1日の生産量を1時間でできるようにしましょうって言って、こうできるようにしてるんですよね。すごい話です,ですよね。で、まあ、ここの部分はね、まあ、なんだろう、この経営者としての凄さみたいなんがあって、まあ、やっぱすごいんだなとね。まあその なんかこう他の宇宙のね偉大さを見ているような感じなんですけど僕がなんか一番勇気もらったというかねあのテンション上がった部分がもともとねその業務スーパーのね沼田昌司さんがその業務スーパーを作る前はその業商をやってたんですよね業商人で野菜とかを売ってたみたいなねそれチャリンコ濃い台とかして売ってたのかなそういう時代があったんですよねちょうど僕と 同じぐらいのの年齢の時なんですけど、その時にただこう行商をやってるまあ野菜売ってるだけじゃこう最下がまあ取れないのでまあ周りと違うことをしようと思ってやったのがあの素手でね玉ねぎを剥いてそれを売るっていうそのめっちゃ汚い玉ねぎその素手でむくからめっちゃ汚いんですよね汚った玉ねぎを売るっていうことをやってて。 もう最高じゃないですか、こ切ったね玉ねぎを売ってた時代もあったということなんですよ。考えられない発想じゃないですか。だって、ウォルマートでね、生産管理みたいなのを徹底的に学んでみたいな。生産コストがどうのこうのとかですね。商品開発する時ときときと 時とかも専門,語専門用語をもうめちゃめちゃ連発して言うみたいな本の中で書いてあったりとかねあとはその中国の工場を買うみたいなねそういうすごいどでかいことをやってるやってたりとかまあその赤字でねもうその首吊って死のうかとね考えてた工場長そしてその工場を見事買収して黒字にさせてその工場も まあその利益を出すみたいなねすごいことをやってるんですけど、そんな人もね、僕ぐらいの時は、玉ねぎ剥いて、素手でねで、汚ねえ玉ねぎを路上で販売してたと、もちろん汚いから誰も買わなかったというようなことをやってるんですよね。なんかそこがすごくね、めっちゃ勇気もらえたっていう。そこすごくね、勇気もらえたんですよね。この人もそういう時代があったのかと思うんですよね。 の傍らですね、やっぱ次元違う人はね、ずっと次元が違うんだなと。あもちろん、その、たまたま例に出したというか、たまたま知った、その、えっ、ー、と、出した沼田昌司さんだ,だ,だけで、ただその人であっただけで、もちろんね、その、彼も超偉大なね、人ですよ。超偉人、偉人ですよね。で、 えっとね今ね、ちょっとイーロン・マスク、今急いでん読んでるんですよね、このイーロン・マスク。やっと芸のところ。ちょっとね、軽く読むみたいな感じなんですけど、やっぱりね、あの、えぐいやつは、どんな分野にいてもえぐいんだなっていうタイプとかもあるんですよね。まあ、その逆バージョン。なんかこの言い方すると、沼田昌司さんがそうじゃないみたいな感じなんですけど、全くもってそんなことはないんですけど、そのイーロン・マスクね、その、 まあ、ペイパルとかね、えー、テスラとかね、えー、スペース X っていうんですかね、あのもうもう超最先端ですよもう人類の最先端を今やってると。で、本気でね、宇宙に行こうと、えー、してるとで。それが彼のミッションであると。その民間の格安のスペースシャトルを打って、成功して、莫大なね、金が入ってね、110億ドル納税しましたみたいなね。 えそういうもう金持ちのね頂点の人なんですけどねでまあ彼がねまあもう人類の最先端をやってるとえじゃあこの人は一体その学生時代何をやってたかみたいなね感じの話でそのししホームパーティーとかを開く文化がねそのアメリカではねこう主流にしてあるんですけど なんかもうホームパーティーで人呼びすぎてなんかもうホームパーティーでまあまあな利益出してたみたいなねもうなん,かやなんかどの分野でもすごいやつはすごいんだなと <laughs>、ね、その小規模単位でもなんかやるやつはやるんだなとねそういう面白さとかもあったりとかな,なんかやっぱこれ言っちゃうと、ね、こういう話し方しちゃうとなんか沼田昌司さん がなんかそうじゃないみたいな感じにな,なっちゃうんですけど、本当にそんなことはなくて、なんだろう、その、いわばやっぱ自分がいかにこう、どういうような想像力があるのかっていう、まあそういう話なんですけどね。で、そのイーロン・マスクのね中でね、その、なんかまだすごいやつが出てくるんですよね。で、そいつは、その幼少期の時にね、子供の時に誕生日プレゼントがあって、その、 誕生日プレゼント何が欲しいって聞かれたら、アップルが欲しいみたいな、言うんですよね。で、それってね、マッキントッシュのパソコンのことかなって思ったら、実はアップルの株のことだったみたいな。で、当時、アップルを、なんかこう、何ドル、何十ドルで買ったアップルが、今となっては時価総額何億ドルだみたいな、なんかそういう <laughs> 出だしの文章とかあったりとかして、えぐいやつは最初からえぐいんやなみたいなね。なんかそういう <laughs>。 そういう話とかが、ね、あったりとかして面白かったんですよね。いわばその、あ、で、そうそう、で、その人ね、続きの話があってで、その人もね、また同じ時にね、学生時代の時にね、これは売れると思って、そのコンドームのスキンを、まあ、その仕入れたことがあったんですって、学生の時にね。で、それを売ろうとしたけど、まあ、売れなかったと。ね、で、自宅にこう大量の、まあ、スキンのこうストックがこう大,大量にあると。 っっっててなった時に、まあ、多分僕らってここでで終わるんですよねで。どうしますかってその後問いかけられたら仕入れたけどちょっとなんかそう売りさばくのむず難しかったで終わると思うんですけど、まあ、そこで止まらないのがやっぱそいつで,でそ,そいつその売れなくて、まあ、大量のストック出た時に何をしたかっていうとその広告企業になんかそのスキンのねグッズに。 広告載せませんかって言って、まあ、広告を入れてもらって、それをクラブで配るっていう手法を取るっていう。なんかやっぱやるやつはやるんだなというね。<laughs> そこ、そこまでの柔軟さなかったなというか、そもそも、その、一個人が広告ってそれ入れてもらえるんやとかなんか思ったりとか、<laughs> それどう、どう言ったんやろうみたいなね。その 結構門前払いというか,なんか受付の窓口とかでね結構あの,あの断られる断られる断られるんじゃないかなと思うんですけどそれいけるんやっていうこの感覚ですねこのいけるんやっていうねこの感覚が養いたいなと思ったわけなんですよねまあ要するに授業に関しての想像力があまりにもこうプアすぎる。 っていう、授業の想像力、語彙力が、ぷわすぎるなと、えー、まあ、やっと思ったわけなんですよね。あの、本当はこういうのをね、なんか学生の時とかに、ね、読みあさりたかったですね。いや、なんかこういうね、問題設定とかね、えー、ちゃんと自分でしとけた、し,、えー、しておけばなあと思うんですよね。そのまるでね、その成人男性のね、えー、独身成人男性のね、料理のね、レパートリーの語彙力があまりにも乏しいのと同じように、 やはり授業をやるっていうこともやはり想像力の世界の話であると思うんですよね。っていう話がねイーロン・マスクのね、えー、本でもやっぱ書かれていてそのイーロン・マスクがやっぱ幼少期に見たその SF の作品これが一番まあ彼がまあその宇宙授業を開発する上で大きな動機なのではないかと言われているんですよね。 サイエンスフィクションというのは、いわばもう想像力だけで出来上がっている世界の話で、まあ、あの今のねこう我々に必要なものはこうそういったサイエンスフィクション能力だと。つまり、物事の世界の細かいディティールまで具体的に 描き出そうとするビジョンを持っているかとか、まあ想像力ですね。そういう細かいところまで描き出せること、そしてダイナミックさ、何を目指していくのかっていうそういう想像力がまあ今のなんかこう我々には必要じゃないですかというようなね、まあ原説もね、まあ聞いたこともあるんですけど、まあやはりそうだなと思うんですよね。で特にやっぱり感覚として大切なのは。 あ、それいけるんやってこの感覚なんですよね。なんかそれがもう全然ないなと。えー、まあひどくね、こう痛感してるんですよね。今の自分にとって。こういう料理も全然できたんだというその感覚。 そのホリウモンがねなんかすごくこう一本やられたなという話が結構面白くてまあ当時ねそのライブドアで世界一のえっと検索エンジンみたいなものをやっぱ作ろうとしていた時にグーグルに負けてしまったとでそれどういう負け方をしたのかというとまあ圧倒的にマシンパワーが足りなくて負けたっていう話なんですけどでただそのグーグルのマシンパワーの増設の仕方が あそういうのあったんだっていう負け方をしたみたいなね YouTube でねなんか話してて、まあ、それ結構面白いなと思ったんですよねでそれはなんかこうパソコンとかをねなんかこう機材とかを買う時ってまずそもそも自分のオフィスにそのマシンを積めないんですよねもう容量の限界とかね電力の限界とかがあってでその中で最大限やろうとしたんですけど で、グーグルは一体どうやったかっていうと、あの、ライブドアでは、もうそのパソコンをパソコンのままこう買おうとしてたんですよね。でも、実際に必要なマシンパワーっていうのは、その基盤のある、 一部分だけみたいなだったりとかするんですよね。なんかそのな、よくわかんないんですけどね。よくわかんないんですけど、なんかその外付けのパーツとかは別にいらなくて、まあ,ある基盤のある部分さえあれば、なんか Google、その検索エンジンとかの、なんかこうマシンパワーを上げられる要因になるから、そこの部分だけを大量に受注してたみたいなね。そこの部分だけを大量に積み込んでたみたいな。あ、その方法いけたいんや、みたいなね。この感覚。この感覚。 この感覚なんか養うことってやっぱ大事なんだなと思うんですよね。で、やっぱりね、この想像力っていうのは、つまり知識なんですよね。なんか周りの人がやっていて、それがいけるんだっていうこの感覚ですよね。まあ、それがその本を通して、本で書いてあることがあって、まあ、それがいけたんだという感覚ですね。これ、やっぱ全然ないなと、まあ、ひどく痛感したんですよね。 してみるとね、まあ、左利きのエレンねあので出たシーンとかでね、お前はアーティストになりたいんだろうと、じゃあアーティストの名前、じゃあ今10人パッと出してみろよって言って、で、言えないんですよね、主人公がね。言えねえのに名乗ってんじゃねえよみたいな、なんかそんなノリのね、シーンがあったと思うんですけど、もうそれだなと、あの、思うんですよね。全然知らないですね、僕は、この世界のことを。ね。で、なんで、そう、ちょっとこう、 たためらってたのかで、まあ、目標としては目標はちょっとね今年その事業化でできたらもう3ヶ月以内ですねその事,事業家の本事業に関する本で特に歴史個人誌やその企業誌っていったもの各企業のリサーチみたいなものをちょっと100冊 3ヶ月以内に、ねまあ、行きたいかなと思うんです僕ね、もう毎日ね、赤字垂れ流して、結構ね、こう死に際がね、もう結構迫ってきてるにもかかわらず、こんなこと言うみたいなね。それがね、面白くていいんですけどね。あの20代貧乏の特権なことなんですけど、それちょっと3ヶ月以内にやりたいなと思うんですよね。あの、僕のね、店の方のね、アカウントでは、 えっとね、英語の本をね、まあ、今年100冊読もうみたいなね、ちょっと1回の、ね、英語の本を短い、ね、あのペーパーバックが読めたのがすごい嬉しかったから、あの英,語英語版もやっちゃおうみたいな感じで言っ,て言ったんですよね。でもその延長戦で3ヶ月以内で、ね、100冊授業の、ね、関する本を読みたいなと思いますね。そうですよね。まあ、明らかその 事業という界隈のね。で、なんかゼロから何かをするという。まあ、食いブちょくっていく想像力っていうものがあた明らかに劣っていたと。で、あると同時に、こういうのを子供の時知りたかったなとかね、思うんですよね。なので、まあ、えっと、頑張ってね、読んでいきたいなと思います。で、逆にね、何が妨げになっていたのかっていう話なんですけど、やっぱりこ結構その、うんと、企業系の本だとね、やっぱり、 あ,のまあ、ある程度の情報リテラシー力も高齢、まあ、ここを通して鍛えられる必要が出てくるんだなと思っているわけなんですよね。それはつまりどういうことかっていうと、まあ、結構その大衆向けのね、うんと、名著で終わってしまうことが多いんですよね。なんかビジネスの、まあ、事業、えっと 事、えー、業家とかのね本とかが、まあまりにも有名すぎる本までしかこうリーチできなかったりとかするんですよね、まあ、例えばなんですけどね稲森和夫さんのね生き方とかね、えー、松下幸之助さんの話だったりとかねユニクロのね、えー、柳井忠史さんですかねの本でもう止まってしまってで結構そういった知識をね血と肉化するっていう行為が結構難しかったりとか、えー、するんですよねなんかそううんとね言いたいことは なんか想像力を蓄えるまあつまり語彙力を増やすっていうことはさっきの言ったようなあ「あそれっていけたんだ」っていう感覚でなんですけどあ「それやっていいんだ」みたいなねこの感覚が大事なんですけど。 まあそこに至らないことがやっぱ多かったりとかして、なんか単純に、万人が見て、あすごい人のいい話だなーっで終わっちゃうことが多かったりとかね、まあ、するんですよね。で、それと、あなんかいい、いい本、なんかその、なんだろう。例えばね、稲森和夫さんの本を、やっぱりね、経営の神様みたいなね、 あまりにも深刻化されすぎているっていう現象とかもあったりとかするんですよね。まあその今こう実業家と言われているえ超名著ですね。まあなんかそういう深刻化されすぎているところとかもなんかちょっと変に嫌っちゃってあのまあ稲森和夫さんのは一応ねその 読書し始めの時にはね、通るようにはね、まあ、一応さらっとは読んだんですけど、なんかそういうなんか謎のアレルギー嫌悪感みたいなとかね、ちょっとあったりとかもして、もう今僕はこれを読む、まあ、もう読まなくてもいいだろうみたいなね、もうビジネス書はまあまあもう読まなくて、もうちょっと深いところのとこ読みたいなみたいな、まあ、なんかそういう。 気持ちとかまあっったから、まあ、ちょととここうすすることが多かったんですけどね、まあ、改めてね、まあ、こう初心に帰ってまあえっと教養をさらうような感じですねあの。やっぱり読むべき本はもう一度読んでみるっていうね。あとはまあ英語のね本を頑張って読もうっていうのもあるからなんかこう日本語の本で読んでて、まあ、お,もろおもろくなかったりとかしたら逆にね あのまあ、海外の、ね、英語の要所で、まあ、英語の勉強も兼ねて読むっていう、まあ、そういう方法をとってもいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、例えばね、アップルとかね、海外企業ですね、グーグルとかネットフリックスの現著の要,要所で読む練習しようみたいな、まあ、なんかこういう方針をとってもいいのかなとかもね思ったりしますね。はい。っていう感じでまあそういう実業かなとか、まあの個人誌 とか、まあ、企業のね、起業史の初期の部分ですね、黎明期,黎明期あたり、ね、まあ、これから復興していくのと、まあ、そのスタートアップ当時,当時とか、なんかそういうことでやっていいんだ知識っていうのをね、なんかこう蓄えていきたいなと思うわけなんですよね。はい、っていう感じでね、えっと、 まあちょっと今年の目標じゃないですけどね。まあこの3ヶ月でまあなんとか達成したい。えー、まあ達成するつもりなんですけどね。えー、ちょっと集めてみたいなと、えー、思います。今日もね、もう今日ぐらいに多分ね、一回頼んでた本とかね、何冊か届いたりとかするので、まあそれを読んでみて、まあ自分のね、えー、語彙力をね、もっと増やしていきたいなと、えー、思います。はい。っていう感じでね。 えっと、まあ、読んだ本とかでね、まあ、面白かった話とかもね、またここでアウトプットするようにね、喋っていこうかなと思います。はい。えー、っていう感じで、いいですね。なんかこういう感じで決意表明をね、動画に残すって、まあ、なんかいい文化です。いい文化というかね、自分しかやってないんですけどね。まあ、いい行動ですよね。はい。っていう感じで、まあ、残りの日も楽しく、えー、やっていきましょう。ではね、さよなら。バイバイ。